ターワールドカップを見て今現在で強いと思った国はどこですか？おー、ウィリアン・カラバール使わなかったらポルトガル強いですね。あとは、まあスペインですかね。うん、でも、結局前線の子が重要になったり、守備で馬力あるという、まあスペインは綺麗だけど優勝はできないのかね。普通にブラジルか。でもブラジルも、あ、ここに選手立たないんだとか、結構本調子ではなさそうですよね。ずいな。あとは今日のアルゼンチン次第ですけど、でもアルゼンチンもな、結局修正しなきゃいけないとこ修正されてない。うん、でもまあ別に予想は変わってないかな。基本ブラジル、アルゼンチンが優勝候補で。あとフランスか。うん。ね、ポグバとかカンテとか出れないの痛いかなと思ったら、チュアメニとね、ラビオがすごいいいですから。あとはセンターバックがポカしなければって感じですね。こんばんは。今の段階でいいので、レオさんにとって今大会のベストゴールは誰のゴールですか？ベストゴールか。それは日本人だからね。普通に。あそこね、堂安とか、浅野とかになりますけど。あ、メッシのゴールですね。うん。アルゼンチン敗退の危機から救ってね。決めなきゃいけない人が決めるっていうのは、相当相手のマークもきついし、プレッシャーもきついし、国の期待背負ってるし、それをね、敗退がちらついてる状況でちゃんとやったっていうのはすごいですよね。うん。そう、だからそういうシビアな状況で決めた、うん、物語性のある選手のゴールなんで、うん、メッシの。2戦目のゴールかな。